寒すぎる。皆さんこんにちは、しもじまんです。本日はですね、冬服についてご説明していきたいと思います。もう福島県塙町、僕が今住んでるところはもう一桁が当たり前で、しかももう路面は凍結してるところがかなり多いですし、かなり寒い地域なんですよ。で、この寒い地域で活動している僕が皆様に、これこだわれば冬のライド変わりますよっていうポイント、大きく分けて3つ紹介させていただくので、今回の動画ぜひ最後までご覧ください。はい、それではまず1つ目、早速お話していきます。1つ目、ベースレイヤーですね。これはこだわればこだわるだけ変わります。はい、後ろに今かかってるのがベースレイヤーなんですけど、こちらが夏用のベースレイヤー、まあ、インナーですね。このユニフォームのジャージの下に着るこのインナーです。軽くてサラサラした、で、冬にこれを使ってる人がまだいるんじゃないですかね。これを専用のものに変えるだけで冬のライド格段に変わります。それで今回紹介させていただくのがこちらですね。カステリさんのフランダースウォームネックウォーマーベースレイヤーです。これはもう最強です。で、僕これ今年になって初めて導入したんですけど、ここまであったかいインナーをこれまで着たことがなかったんですよね。なので、よりこれまでの経験の中でもこの1着を買って着て本当良かったなと思ってるのぐらい最高なので、ちょっとどのあたりが最高なのかっていうのを具体的に説明していきます。はい、まずこのフランダースウォームネックウォーマーインナー、特徴なんですけど、まあ、この首にこうしたネックウォーマーみたいになって、タートルネックみたいになってるんですよね。なので首元をしっかり保護してあったかいと。で、さらにこの脇部分、汗のかきやすい脇部分はメッシュになってるんですよ。見えるかな。はい、こうしてメッシュになってて、作りが細かいですよね。こうすることで汗の溜まりやすい、不快に感じるところは汗抜けがいいようになってると。そしてですね、これチームイネオスとの共同開発ということなので、もうトップのレーサーが満足できる性能に仕上がってると。で、僕これ一番最初来た時にまず感動したのが、朝着替える時、うわー寒いなーって言いながら、こう皆さん着替えるじゃないですか、自宅で。あー寒い、今日は最高気温8度かとか、2桁最高気温ないんかとか言いながら、うわ外曇り空やなーとか言って、でバーってこう着替えて、上半身で鳥肌立ってるんですよ。鳥肌立って、このフランダースウォームを袖通してパッてこう着るじゃないですか。もう来た瞬間、え、春来ました。それぐらいあったかいです。究極。もうだから、袖を通して、もう来た瞬間からあったかいんですよ。しかも抜群のあったかさ。これ感動しましたね。これまでのうわ、寒って言いながら、家出て、もう運動して体が温まるまで寒いなと思ってた気持ちが、もうこの1枚を着ただけで、一瞬で吹き飛ばせるんで、世界変わるんで、マジでこれはおすすめしたいです。もうね、ライバルの人とか、練習仲間とかが「うわ寒い」って言いながら着替えてる中、もうこう優雅にね、このフランダースも着て一発着るだけでパーンと、ああもうこのまま外に出てもいいんじゃないかぐらいのあったかさを感じるわけです。これ大げさじゃないです。マジでこれを手に取って実際に着た人は同じように、うわすごいあったかいって感じてもらえるはずです。それぐらいベースレイヤーは大事なんですよ、とにかく。で、やっぱり僕は大学生の頃に自転車を始めて、やっぱりお金がなくてこういうベースレイヤーにお金をかけたくないなって思ってる時もあったんで、もう本当にその時なんかはね、ユニクロとかのインナーをしょうがないから着たりとかで、こう夏用のね、こういうペラペラの薄いベースレイヤーを着て外だけ着込んで、まあ、外がもう風がしのげればいいやろって言って、ウィンドブレーカーとか着てね、で練習に出かけて、まあ、なんとかやれてたんですけど、やっぱこれ知ってしまうと、やっぱこだわるべきポイントやなっていうふうに思いました。なので1つ目はベースレイヤーです。非常におすすめで、これはグレーなんですけど、グレーと黒色があるんで、ぜひねオンラインショップでチェックしてみてほしいなと思います。マジでおすすめです。はい、それでは2つ目、ビブタイツですね。このビブタイツの選び方も非常に重要だと思ってます。
そしてこちら今回紹介するのがソルパッソ ROS ウィンドビブタイツです。同じくカステリさんのビブタイツですね。カステリさんが出すビブタイツの中でも最も高い防御力を誇るビブタイツです。でこれを例に出しながら僕がどんなところを大事にしているのかっていうのをお話していきたいと思います。はい、まずは最初に最も意識してほしいところなんですけど、ビブの有無ですね。これはもう当たり前やろと思ってる視聴者の方もいるかもしれませんが、いやいやいや、僕も最初自転車始めた時、正直この肩のこのビブがダッサいなって思ってました。なので一番最初に僕も購入した商品はこのビブがない普通のタイツでした。ただそのタイツはその1回限りで買うのをやめました。それ以降全部この肩紐がついてます。それぐらい圧倒的に肩紐ありがおすすめです。なので視聴者の方にもこの肩紐まだ試してないよっていう方がいるなら、ちょっとこの後の話聞いてください。はい、まず肩があることによっていいところは、自転車のウェアっていうのはこうしたパッドがね内側にあると。でこのパッドがクッションになってて、これによってお尻の痛みを軽減するようになってるんですけど、この肩紐があることでこのパッドとお尻の接地面が非常に安定します。なのでずれないことによって股ずれを防止したりとか、シンプルにストレスなくペダリングができたりとか、すごいいい効果があります。そしてやっぱりこの後ろ側ですね、はい、この肩紐の後ろがつながってて背中を守るようになってるので、これがあることで前傾姿勢をとった時に腰が冷えないですね。もうこれもめちゃくちゃでかいです。なのでタイツって横からの締め付けなんで、上着を入れてても前傾姿勢になったらこの腰が見えてくるんですよ。でその腰が寒いと、これあることで腰が冷えないですよと。あとはこの肩紐がついてることで横の締め付けがストレスがなくなるんですよね。この横に締め付けはないですから、上下の関係で押さえつけてるんで横の締め付けがないと。なので前傾姿勢をとってペダリングした時にお腹周りのストレスが少ないですよ。でやっぱりこのビブがないものになると紐で縛ったりとかして体を横から締め付けないとダメなので、長時間サイクリングなんかをしてるとお腹周りが苦しくなってきたりとか、そういった現象が起きます。なのでもう迷わずこれから自転車を趣味にしたい方、そしてまだこのビブを試してない方は、その初心者だからとか言わずにこれ一回試してほしいです。じゃあデメリットもあるだろうと。そうなんですよ、デメリット、トイレですね。トイレするときにめんどくさいのがデメリットですけど、もう僕の中でこのデメリットはもうメリットが凌駕しすぎてて、もう全然比較にならないです。そのもうそれぐらいこのビブの恩恵がでかすぎて、トイレなんかはもう全然問題ないです。ショーなんかはこの来たままここをこう引っ張るだけでできますし、まあ、台の時はやっぱりさすがにこの肩紐をね外してあげてするんですけど、もうそれを我慢するだけでもういくつの恩恵が受けれるんだというぐらい、このビブ肩紐にはいい効果がいっぱいです。なのでビブは大事ですよっていう話ですね。はい、そして2つ目、前面のプロテクション機能です。はい、このソルパッソ ROS ウィンドが特徴的なのがこの前面のプロテクション機能なんですよ。でここにゴアテックス素材が使われていて、ゴアテックスインフィニウムウィンドストッパー生地ですねが、この膝下までのここまでしっかり前面をプロテクトしてるんです。でこれによって冷たい風から前の太ももを守ります。これが僕はめちゃくちゃ大事だなって思ってます。特に冬場寒い時期、まあ最初ね我慢すれば体は温まってくるだろう、だから最初さえ我慢すればいいんじゃないかって思われるかもしれないですけど、峠を少し越えた後の下り坂とか本当に寒い気温でのサイクリングなんかはもうこのフロントが寒いんですよ。でもこのゴアテックス生地ウィンドプロテクト機能によりここが冷えないんですよね。でいかに僕はここを守らないといけないかって思ったのは、冬場に一度膝の怪我をしたことがあるんですよね。で膝の関節周りを冷やしてしまったら、高い強度で走ったりした時にやっぱり冷たい体が冷えてるところで無理に筋肉を動かそうとすると怪我とかにつながるんです。なのでこういったプロテクション機能があると安心ですし快適です。なので僕は特に寒い時期サイクリングする時はこの前面にプロテクト機能があるかどうかを大事にしてます。でこれは特に高品質なフロントパネルを使ってるので、風だけではなくて雨もこうして弾いてくれる機能があります。なので雪の中を走ったり雨で路面が濡れてるところを走ったりとかした時のしぶきとかもしっかりね弾いてくれるので、そのあたりの不快感も最小限に抑えられると、そういったところがあります。これが2つ目ですね、フロントのプロテクションの重要性。そしてまあ最後にこの
ソロパッソン ROS ウィンドビュータイツの特徴はもう全体的な走力の高さですね。さっき言ったこの肩紐がついてたり、このフロントのプロテクト機能があるビブタイツっていうのは数多くあるんですけど、やはりこれはレーサーにも満足できるような機能になってて、この例えば後ろのこの部分ですね、ここがナノフレックス素材になってます。ナノフレックス素材っていうのは水を弾く機能がある素材ですね。なので水たまりを発した時とかのホイールが巻き上げた水もしっかり弾いてくれる素材になっているので非常にいいと。そしてその前面のプロテクションは膝下までになっているので、他の蒸れてはいけない、暑すぎてはいけないっていう人のために透湿性も高い作りになってます。まあ、そういう意味で本当に最強レベルのこれビブタイツなんですけど、特に視聴者の方に意識してほしいのはビブの有無、そしてフロントパネルの重要性ですね。これを分かっていただきたいなって思います。そしてぜひこの商品も後ほどチェックしてみてください。はい、それでは3つ目ですね。小物にこだわってほしいです。小物もいろんな種類あるんですけど、ここの一つ間違えるだけでこの寒い時期のライドが最悪なものになってしまいます。でもこれを適切なものアイテムを投入できれば圧倒的に快適に走り続けられるので非常に大事です。上からいきますね。まず一つ目はこの頭につけるヘッドキャップですね。夏用のものと違ってちょっと裏肝になってる素材のものなんですけど、これはカペルミュールのものです。どうやって使うかっていうと、こうしてこうして被ります。でこれの選ぶ時に大事なのはこの耳が隠れるかどうかですね。耳寒いんですよ、ロードバイクなので。こうしてこれは結構僕気に入ってるポイントは薄手なんですよね、割と。でも薄手だけどしっかりとした保温力がある、そして耳が隠れると。なのでこの裏が肝になってて暖かい素材かどうか、そして耳を守れるかで、長時間つけても蒸れて嫌にならないかっていうのを大事に選んでほしいなと思います。もう耳が隠れるだけで全然ちゃいますから、これがおすすめですね。はい、でそんな感じでウィンターキャップですね。はい、そして小物2つ目はこちら、ネックウォーマーです。これも定番ですね。さっき あの説明したフランダースウォームネックウォーマーは、このネックウォーマータイプのベースレイヤーはここら辺まではカバーできるんで、それでも全然いける人はいるかもしれないです。でも僕は寒がりなんで、それよりももっと寒い時はもうこれつけます。こうですね、こうして使うと。でこれがいいのはこの口と鼻をこう守れると。でさっきのこのキャップと組み合わせていただいたら、この耳鼻口全部守れるんですよ。なんか悪いことをしだしそうですけど、見た目だけですよそれは。そんな感じでこの辺りを守っていただくとサイクリングの快適さは格段に向上します。でこれも大事です、ネックウォーマー。ネックウォーマーにもいろんな種類があって、夏用のものもあるんですよ、もっともっと薄いもの。それだと真冬は寒い可能性もあるので、このカステリさんのネックウォーマー冬用なんですけど、この裏肝になってるんですよ、結構しっかりした、なので防御力が高いです。なのでネックウォーマー選ぶ際に素材もちょっと気にしてみてください。はい、それが2つ目と。そして次手ですね、グローブ。グローブは僕は今こんな感じのを使ってます。これカペルミュールのグローブですね。これのいいところは割と薄手でありながら風への防御力高いです。さっきから何回もお話してる通り、ロードバイクは冷たい風が天敵なので、その冷たい風をしのげるかどうか、この素材がウィンドプロテクト仕様になってます。こうパラッと、これがあるだけで冷たい風をブロックできると。なので冬用のグローブもこの冷たい風をブロックできる機能があるかどうかを気にしてみてください。ただの長いやつじゃなくて、これがあるかどうかで、中も最低限のやっぱり保温性がないとダメなんで、こうした紐素材になってるかどうかを選んでください。で僕は手に関してはそんなに寒がりではないです、正直。なのでこの最低限の防御力で限りなく薄いものがいいんですよ。でこれがあんまりごっついグローブになってくると、操作性が落ちたりとか、あとはバーって汗かいた時にこう脱いだ時にこう一緒にこうついてきてね、グローブの中のものが、でこの綿がひっくり返ったりして、うわーっていうのも手間なんで、僕はできるだけこの付け外しも楽で、そして風から守ってくれる素材であるかを非常に重要視してます。これがグローブです。その次最後ですね、シューズカバー。今僕が使ってるシューズカバーはこんな感じのシューズカバーになってます。でこれも同じです、冷たい風からの防御力、
ネオプレーン素材ですかね、防風素材になってます。でやっぱりこういうシューズカバーをつけないと、もう足先が死にます。感覚なくなってきて、ロードバイクのシューズ薄いんで、もうあの指先真っ赤っかで、あのちぎれるかと思うぐらい痛いんで、適切なシューズカバー選んでください。でこれは冬用のシューズカバーなんですけど、シューズカバーにもいろいろあるんですよ。はい、これなんかはエアロシューズカバーですね。タイムトライアルで使えるシューズカバーで、これも同じシューズカバーなんですけど、薄いんですよ、すごい生地が。でこの薄いものだと夏場、春、秋ぐらいまではいいんですけど、もう本当に5度下回ってきたり、その下りが寒い日陰の下りとかになると同じく足冷たくなります。なのでシューズカバーも素材をちゃんと冬用、冬に対応してるこうしたシューズカバーを選んでほしいなと思います。まあ僕はこれ使ってて、靴下はそんなに冬用のものを選ばなくても走れてます。ただ手足寒いの苦手な方なんかは、例えば冬用のソックスをメリノウールが入ってるちょっと厚手のソックスを選んでみたりだとか、そういう風にしてあげないと冷たすぎるっていう方もいるので、本当に寒さ苦手な方はそのあたりも気にしてみてください。僕はやっぱりこの冬用素材のシューズカバーがあれば冬ライドは問題ないです。はい、以上です。はい、それではまとめに入ります。今回僕が紹介した大きく分けて3つのポイント、まず1つ目、ベースレイヤーですね。このフランダースボームマジで最高なんで、ライバルに差をつけてください。家で来た瞬間に春を訪れます。皆さんぜひチェックしてみてください。そして2つ目、ビブタイツですね。ビブタイツにもいろんな種類の違い、性能の違いがあることをちょっと知ってもらえたかなと思います。僕がこの使っているソルパッソ ROS ウィンドビブタイツはもう最高なんですけど、特にやっぱりこの前面のプロテクション機能、これが寒いライドの時にあるかどうか全然違うので、ぜひ皆さん寒いなって思う方はこのフロント部のプロテクション気にしてみてください。この商品もぜひチェックしてみてください。はい、そして最後の3つ目は小物類ですね。このちょっと全部出せないですけど、頭、首、手袋、シューズカバー、このあたりを適切なものをチョイスしてあげられると冬のライド快適になります。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。今回は冬ウェアのことについてでした。冬のライドを左右する超大事な部分なんですよ。いろんなウェアありますし、安いものから高いものまでピンキンなんですけど、結構この冬アイテムってごまかし効かないんですよね。なのでちょっと僕のおすすめしたいポイントとしては、奮発してでもいいものを買った方が快適性は上がるかなというふうに思います。特に冬ウェア大事なんで、ぜひ意識してみてください。僕が使ってきたアイテム、今実際使ってるアイテムですね、概要欄に貼ってるのでぜひチェックしてみてほしいなと思います。でコメント欄にもどんどん質問などある方は書いてください。僕がこの冬服の選び方とかについて分かることであれば変えさせていただきます。自分に合ったものを選んで冬のロードバイクライド楽しんでください。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。